民共和国河南省南陽市に位置する県。五冠を起こした三岳帝が一時味を隠していた地域であり、また五冠末には早々に敗れた劉備が一時味を落ち着けていた地域として知られる。冠女に南陽軍に属する県として名が見える。前冠末の A はじめ元年に王網が新都港に封ぜられ、新野の都を千五百校を与えられた。新の時代には、 公武帝が一時この地に逃れていたことで知られる。また、五官所地理士には、慶州南洋軍に属するとして記載されている。五官末には、独立勢力であった劉備が早々に敗れ、慶州に割拠していた劉氷を頼った際に拠点として与えられた地である。精神期に、義陽軍が検知された際には同軍に所属を移している。南洋市、 新野県として出発したのは中華民国統治時代の1947年のことである。農仏業を中心とし、人口の大部分も同産業に従事している。ただし、河南省は、降水量が全体に少ないため、ブランドである南洋企業を中心とした牧畜や綿花の栽培及び、それを利用した宝石産業が中心である。他には、 小麦やトウモロコシ、また落花生などの油脂が取れる産品なども生産している。また、近年では無農薬農作物の生産にも力を注いでいる。ありがとうございます。